皆さんこんばんは、MK です。スーパーマリオオデッセイパート44やっていきましょう。今回も砂の国進めていきたいと思います。ここの土管って入りましたっけ？入ったような入っていないようなという感じなんですが、入りましたね。はい、わかりました。じゃあここはやめましょう。今回は逆さピラミッドの中に行きたいんですが、上から行っちゃおうか。待って、どうやって行くんだ。逆さピラミッドの中に入るには、あ、あれか、電線ビリビリで行くしかないんですね。わかりました。電線が一番近いのはどこでしょうか。じゃあもう飛びましょう。飛ぶのが一番早いですね。滑空を使っても逆さピラミッドは無理ですよね。そうだよね、高いところにあるから。だったら電線で上の方に向かっていきましょう。中にもう一度入ってみたいんですけど、それはどうすればいいんでしょうか。とりあえず上には来ました。何か隠されたパワームーンとかがあると思うんですが、なんだこれは。え、何、こんにちは、あなたは誰。誰かが中に入ってるよ。なんでこれ石のタイルなのに中に誰かが入れるんでしょうか。オッケー。どういう仕組みか全くわからないんですが、石畳をうごめくものをゲットしました。そしたら、あ、待てよ、光ってる。ライドンの尻尾が光ってますね。じゃあここも行きましょう。くるくる回してパワームーン出てきますよね。オッケー。残り何枚だ、20枚ぐらいは切っていると思うんですが、あとはローカルコインですよね。地味にローカルコインが集まってないんですよ。おっと待って、ピーチ姫、そういえば会っていませんでしたね。今回結構調子いいですよ。集めていきましょう。こんにちは。こんな大きな遺跡が浮かぶなんて、世界には不思議なことがたくさんあるのね。どうして逆さになっているんだろう。そこも不思議だね、確かに。そうだ、砂の中でパワームーンを見つけたのを旅の役に立ててね。ありがとう。かわいい。今ウィンクしてたね、ピーチ姫。砂の国でピーチ姫ゲットしました。次は、見渡す限りお花畑の国があったわね。素敵だったから見ておきたいわ。森の国ですね。わかりました。じゃあ次は森の国に私も行くんですが、逆さピラミッドの中、あ、こっから入れる。待てよ、まだ上に何かあるんじゃないんですか。一応ぐるっと回ってみましょう。ライドンバスのバス停がここにあるんですけど、どういうこと。意味、あー、待って、ローカルコインありがとう。はい、3枚ゲットしました。ライドンバスはとりあえず呼んでみる。こんな空中でライドンバスを呼んでどうするんだという気持ちもありますが、はい、とりあえず乗ってみましょう。あ、待って、そういうことか、ここだな。ライドンさん、多分ここに行きたいんですよね。オッケー、イベントが始まった。なんかお座りしていますけど、この景色は懐かしいが、我はもうとどまることを知らぬのじゃ。あ、なるほど、もともとはここにいたんですね。お帰り、ライドンバスゲットしました。あ、もういいです、もうあとは飛び降りるだけなんで。じゃああっちにゃ遺跡じゃねえや、逆さピラミッドの内部に行きましょうか。内部でまだ取ってないパワームーンとか、まあ追加されたパワームーンもあると思うんで、あとはローカルコインですよね。一応書く。あっ、ね、びっくりした。まっすぐ進んでいたらやられていましたが、こっちからだと、あれ、いけない感じ。あれ、もしかしてこっちからだと積んでる。くるくる回ってそこに行けるんでしょうか。待って、この中は、この中に進めば OK。 それは分かりにくくないか。はい、コイン大量ゲットで、多分パワームーンですよね。分かりにく。逆さピラミッドの隠し部屋ゲットしました。やばくない、今のはちょっと難易度高すぎでは。そしたら中に入っていきましょう。逆走できるんだっけ。逆走大人にな、ああそういうことか。はい、じゃあこの中に入ってキラーを待ち構えるんですが、あー、逆走できないな。じゃあどうやって入ればいいんだ。待て、行って逆、あ、ローカルコインあった。待て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 、ローカルコインあったんですけど、あれはどうやって入るの。待て待て待て、やめてやめて。とりあえず一旦、そうだね、外側から攻めましょうか。どうやればまた内部に入れるんでしたっけ。もう入れなくね。多分そんなことはないんですけど、上から行くのか。待てよ、とりあえずじゃあ外に行って、落ちてくるの。そんな難しいことある。その辺から落ちれば確かに下には行けそうですけど、落ちるの。ちょっと待ってちょっと待って、とりあえず待って、ここに着地した。あー、マリちゃん嘘でしょ。どうやれば中に入れるんだ。あー、中に、この中から行けるんだっけ。これはまた全然違う話ですよね、確かね。あっちにゃ遺跡の内部じゃねえ、逆さピラミッドの内部にもう一度入りたいんですが、いや、こっち側は関係ないな。多分落ちる方法で合ってるんだ。待って、やり方が違うな。絶対に違う。あんな難しいことを任天堂さんはさせない。なんだ？滑空か。いや、待って、滑空も多分、
届かないよそれ。一回やる？いや無理だと思うよ。はい、ここ書き、いや無理だな。この高さで行ったら絶対無理だ。あ、待って、あれじゃん。もうめっちゃ単純だった。これだわ。うわ、むず。逆にむず。はい、そしたらこっから中に入っていきましょう。この中に入るのにそんなところにあれがあると思う？はい、そしたら中に入れました。キラーさんこっちに来てくださいな。キラーさんをキャプチャして、多分さっきの場所以外はローカルコイン取れてますよね。オッケー。じゃあさっきの場所だけ向かっていきましょう。キラーさんちょっと急いで。ちょっと急がないと危なくなってきたよ。オッケー。そしたらこっから8ビット入る。もうマジか、あそこのローカルコインはちょっと不親切だな。分かりにくいな。まあローカルコインは分かりにくいところに配置するのが当たり前だろうがという考えもありますが、そしたらはい、キラーさん 2D で避けていく。待って、これは、あー、これ一回待った方がいいね。一回待って、キラーが出て行ってから最速で抜けていきましょう。最速で抜けないと危ないからね、オッケー。結構シビアじゃない？さっきのところ。もうだって上に行ったら落ちちゃうからね。で、あ、もう一個か。もう一段階行ったところでローカルコインが上にあった。あ、そう、危ないな。あの上のローカルコインどうやって行けばいいのかいまいち分かっていないんですが、隠しブロックとかある感じ？この上ですよね。この上にローカルコインがあったんだけど、これか、あー、ここだわ。わかんなくね、それは。待って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 。はい、ここジャンプして、ジャンプして。わかりづら。はい、また3枚ゲットしました。これで残り10枚ですね。あと行ってないのは？こっち側行く？ミルゾー遺跡。そこに1個なんか、月のかけらから行ったやつがあったんで、それを取っていきましょうか。うわ、むず。場所的には、柱の上。ミルゾーか。じゃあミルゾーを使ってあっちに行きましょう。あー、なるほど。あ、なるほど。光るんだ。このミルゾーのメガネで見れば光ると。はい、ミルゾー急いで。急いでダッシュしてその上に乗ってください。危ないな。はい、で、こっから今度はまあかけなくてもいいね。メガネをかけずにここまで進んで、ここが光ってましたよ。え？あ、ヒップドロップでいいの？あ、ヒップドロップだわ。あ、じゃあミルゾー一旦無視してヒップドロップ OK。ちょっとそれはむずいな。目には見えない輝きゲットしました。そしてね、MK さんずっと気になってたのが一箇所あってですね。あそこの崖の下にある、あれ、ローカルコインじゃねえや。入れる場所？あの入れる場所に、確かね、パワームーン1個しかなかったんですよ。で、パワームーンが1個しかないっていうのは、ああいう場所だとありえないんですよね。多分もう1個あると思うんで探しに行きましょう。そう、こういう感じで MK さん過去の動画とか編集してるうちに気づくんですよね。あー、ここ1枚しか取ってねえとかたまに気づくことがあるんですが、ここ多分もう1枚あるぞ。ですよね。あれ、ここは前に来たね。多分まだあるよ。ほら、パワームーンがまだありそう。じゃあゲットしていきましょう。待てよ、こういうさ、こういうとこ、ドクロの看板とかくるくる回す？違う。おらー、わかりづら、わかりづらすぎるけど、なんとかゲットはできました。オッケー。ちょっと今のアクロバティックでしたが、透明ラビリンスのドクロ看板ゲットしました。そしたらもう終わりでいいですね。もうここには何もないと思うんで、他の場所やっていきましょう。あとはなんだ、街に戻る。とりあえず、とりあえず街に戻って、考えましょうか。いや、マジでちょっと残り数枚のローカルコインと残り数枚のパワームーンがかなり難しいんですが、はい、街に戻ってきました。ローカルコインとかまだある。あ、そういえばあれだね、種があったね。種最後の1個取っていきましょう。おう、オッケー。よーし、いいぞいいぞいいぞ。咲いた崖下の種ゲットしました。あとは裏側の方とかなんかあったりする？ローカルコインとかも探しているんですが、ない。裏側から見ればまた新しい発見があるかもしんないよ。あ、そこは取ったね。そこは取ってる。え、なんかあるか。あと、もう街に、あ、待って、買ってないわ、そういえば。あっちんやで、お買い物みたいな、コインがあります、コインじゃない、ムーンがありますね。大丈夫？MK さん、ちょっと、言ってることと、頭が追いついていないんですが、はい、そしたら、ここに入って、1枚買っていきましょう。本当は、ローカルコインを全部取り入れてから、ここに来たかったんですが、まあいいや。はい、とりあえず、パワームーン1枚取りました。これで、あっちんやでお買い物クリアしましたね。そしたら、あと何枚だ？はい、上から行きまして、あと9枚、なんだこれ、16番。16番取ってない。で、下に行って30、35、36。結構取ってない、63。あー、待って、結構取ってないな。84、あれ？なんかこれめっちゃ近いぞ。ここめっちゃ近い。なんだなんだなんだ？めっちゃ近い場所に多分1個これ土管があるな。土管を探していきましょうか。そっち側まっすぐ。
まっすぐ、え、あれ入ってないっけ、これ入ってないっぽいわ。じゃあここ入っていきましょう。え、めっちゃ序盤すぎて入るの忘れたんですね。はい、中に入って、ミルゾーさんこんにちは。これは、はい、ミルゾーさんで見ていく。なんだあれは、下になんかあるよ。あの下絶対怪しくない？あー、待って待って待って。だったらもうミルゾーさん無視して乗っちゃうもんね。え、なになに？あー、動いてる。え、どういうこと？どういうこと？あー、鍵だ。なになになに？え、どういうこと？とりあえず鍵取るよ。はい、とりあえず鍵取りました。そうすれば何？私はどっから復活できるの？はい、ぐーっと歩いて上に上がる。あー、よかった。ミルゾーで来ないとわけわからんや。そしたらはい、とりあえず1枚ゲットしました。じゃあ、あとはミルゾーの力を借りて進んでいきましょうか。ゴールするだけですよね。うわ、これまた、ちょっと待って、ややこしいな。やめるか？もうこうやって行っちゃうか？本当は良くないけど。あー、でもミルゾーいないとこっからきついかも。あー、動くんだ。動くならなんとかなる。多分、あー、ほらほらほら、こういうね、こういう崖がたまにあったりするから、こういうのだけ気をつけないといけないんですが、待って、本来のやり方とだいぶ違うことしてる。だいぶ違うことしてるけど、いけりゃいいんすよ、いけりゃ。待って待って待って、動く。あー、どど。本来のやり方、ガン無視じゃないこれ。多分、ミルゾー、多分っていうか、ミルゾーで足場を見ながらやらないといけないという感じなんですけど、ぶつかったらこう投げるという感じで進んでいる MK さん、かなりずるいんですが、まあまあまあ、許してくださいな。そしたら他には、え、待って、ここまでなの？ここまでなんですね。はい、こう来て OK。はい、透明リフトの終点ゲットしました。かなりやり方はせこかったですが、クリアはできましたよ。この奥とかには何もないんですよね。まあ2枚取ったからあとはいいんですね。そしたらもうちょっと時間あるんで、もう少しだけ取りたいんですが、どの辺にあるんだ？あー、待って、そっちか。南西の浮島からじゃあ攻めていきましょう。確かに南西の方まだ行ってないですね。ローカルコインとかもあればいいんですが、とりあえず1枚パワームーンがあることは確定。待って、パワームーンはなんだ？あー、その音符か。音符を取れば1枚ではあると思うんですが、ちょっと待って、こっちの橋の、あ、待って、あれ行った？行ったな。多分行きましたね。あれはあれだわ。種があった場所だ。この辺のサボテンとか行って、関係ないですか？一旦この辺も壊しつつ、ほらあるんだって、こういうわけわかんないとこに。待って。崖つかまりまりちゃん、オッケー。これで残り7枚、ローカルコインむずすぎないか？え？今のがありなら何でもありだろ。あー、待って、これ何？あ、ライドンだ、多分。待って、これライドンじゃないと無理だ。待って、一旦降参。あ、ライドンいた。オッケー。ライドン使わないと多分あの長さは無理ですね。そしたらここまで来まして、もう一回音符取らして。で、待てよ。ぐるっと回って、待って、むずいな。ライドン、むずいな。待って、無理だわ。え？どこまで遠い？めっちゃ遠いじゃん。これ本当にさ、真後ろから回り込まないと無理だわ。行くよ。真後ろからぐるっと回り込んで、もう一発危ないだろ。よう耐えたね、今の。そしたらオッケー。ライドン行くよ。ライドンまっすぐ進もう。ライドンまっすぐ。いいよ。取れてた今。途中の方取れてたかちょっと微妙だったと思うけど、オッケー。取れてたみたいですね。結構ライドンは判定が広くてありがたいという感じなんですが、はい、1枚取りました。走ってくださって、走って下って音符集め。走ってくださってたと思いましたが、そしてね、そう、前回、だ危ないよ。前々回逃したライドンじゃないと取れないところやっていきましょう。そう、ライドンでサボテンに突っ込むっていう場所があったんですよね。多分、ここだわ。多分あそこ、めっちゃ遠い。めっちゃ遠いけど、なんとか進んでいきましょう。この辺はもうやったんだよね。毒沼とかはいいはず。そしたらまっすぐ進んで、遠くねえか。また穴に落ちないように。穴に落ちないようにだけ気をつけてくださいね。あれはやったでしょ。そしたらまっすぐ進んで、あっち側の、点のところに誰か。違うわ。え？クリボーじゃない。私が言ってんのこれ。あ、待って、あそこでクリボーもあるのか。まあまあ、わかりました。はい、じゃあそれもやっていきましょう。なんでそんな遠いところに出る？わけのわからない遠いところに出ましたが、OK、これもゲットしました。サボテン5本の真ん中にいいですね。これでとりあえず30個。あと取ってないのが、ローカルコイン7枚とパワームーンが5枚。パワームーンはまだしも、ローカルコインがやばそうだな。残り7枚、この広いとこから見つかるか？まあ見つけるしかないんですけど、そしたらクリボーはね、次回にしよう。ちょっと遠いからさ、近いところでもう1枚ぐらいパワームーンをゲットしたいんですが、毒沼のところは全部やった？とりあえずぐるっと見てみましょうか。ローカルコインも取ってる。この辺にも何もないですか？なんもないな。いいんだよね。じゃあ行っちゃうよ。
さあ危ないよ。ライドンさんが本当に制御効かない、ごめんなさい。そしたらまっすぐ進んで、こういうところこれもやったな、サボテンやったな。で待って、ここはなんか待って、この辺怪しくない？オアシスまだやってないところがありそうですけど、あなたやったよね、一応やってみる。はい、ここ行きまして行ってる。これは待って、なんかさ、あ、これっぽい。ヒップドロップして、ほら、わかりづら。多分そうですよね、小鳥がたくさんいるっていうのがヒントだったと思うんですが、それはヒントになってないですよ。そしたらあとはやってないところある？キノピオ隊長もやったし、クリボーだけか。待って、クリボーが1匹だとしても、え、これだけ？クリボーが81番ですよね。うーわ、やばい。これあと印ないところだ、全部。待って、ライドン、ライドン、ちょっとこれ制御がさ、ライドンさん。はい、ここバーンとジャンプして、ライドンさん制御が効かないんだわ、この子。はい、ここ突っ込んでジャンプして、 OK。 待って、あれか、ライドン遺跡の中とか怪しい？そんなことない？とりあえずライドン遺跡の中入ってみましょうか。こういうところでローカルコインを逃している可能性もなきにしもあらずなんですが、でもやったよね、やったと思うな。もうここは何もなさそうだね。でしょ？なんもないよ。ローカルコインがやばすぎ。もうなくね？とりあえずじゃあクリボーやる？そうだね、じゃあクリボーのところに向かいましょうか。ぐるっと回って、あの遺跡のところから連れて行かないといけないってことですよね。めっちゃ遠くないか、それは。あっちまで歩くの？クリボーで。まあやるしかないですね。はい、そしたらここ、ただ違うよマリちゃん。壁キックでクリボー、あ、待って、それもやってないかも。そこもやってない気がする。うわ、クリボー結構遠いな。そして、わかりました、じゃあ次回はこっからやりましょうか。じゃあ次回はクリボーをキャプチャー。やめてちょっと待って、落ち着いて話せないね。こっち側に行って、ここにいれば落ち着いて話せる。あー、話せないね。ちょっと待って、落ち着いて話せるところを募集していますが、待って、じゃあとりあえずこの上だ。この上に乗って、じゃあ次回は、クリボーをキャプチャーしてあっち側まで歩くところからやっていきましょう。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。